社長は男キヨは総合抵抗カウン機械は最新社屋は斬新キヨは総合抵抗カン作る喜び男の仕事可愛い女性も活躍中キヨは総合抵抗カウンさあ一緒に働こうヨシーキヨマスのあなたの未来 ある時は鉄工その親父。またある時はラジオのパーソナリティ。そんなヨッシー清松が、その豊かな経験と人生哲学であなたの明日をクリエイト。ヨッシー清松のあなたの未来。始まりまーす。清松総合 埼玉県で一番有名な社長吉木安則です。せーの、いい,ね、いいね。皆さんこんにちは。アシスタントの松本久美子です。はい、こんにちは。はい。何かといろんなことが起きている10月です。もう本当にね、<laughs> あの先週の番組ではね、<laughs> 50、50いくかとかなんかそんな話してたけど、<laughs> そんなんとんでもない話になってね、MVP まで取ったかもしれないね。<laughs> はい、この時点でね、もうそうなんですね。えー、まあね、えー、そちらの野球。 と,ことも気になるんですが、日本も大変で、総、えーうん、総裁選、はい、すごいことになりましたよね。そうですねあのエンドルの上げ。 下げたたりすすごかったですね,すごいですねやっぱり社長だから見るところが違いますね、えーにえー、3時ぐらいで、ね、高市さん、ね、大幅に勝って,て、えーえー、まて、あ、党員票でもあナンバーワンが実は高市さんになっていてで、えー、いわゆる議員票でも高市さんはもう大幅に上だったんでいやこれ、みんなあの高市さん楽勝だねみたいな雰囲気が僕らにはあって、えー、とその時に円ドル見るとすごく円安に触れてるんですよ。140 円までで行ったんです、えー、すごいなこれ、これでこのまま、えー、なんか日本の景気よくなるよねっていうふうになんか僕らもワクワクしてたんだけど、えー、2回目の投票を迎えることになってもう大逆転で石破さん。はい ひっくり返してしまってで、それが3時半ぐらい判明したんです、えー、当初、もう閉めてました、3時で閉められて、当初閉めててあ、その結果、当初はどう動くか分からなかったんですけども、沿道だけはまだ開いてたんで、もう差が歴戦と出て、あっという間に4円20銭下げて、142円30銭まで下がったその日のうちに。 もうとんでもない乱行儀をしたんですよね。えー、ちょっとなんでこんなことになってんのっていうのを解説しましょうか。わ <laughs> <laughs> からないなりに聞いてみます。<laughs> はい、あのえー、っとね高橋さんってね、えー、ま,まあまあいわゆる。 もう MMT みたいな考え方があって、初期投資を日本国でやって、それで儲かいろんな会社が儲かることによって税収を上げて、結果的にそれを取り返しましょうよっていう長いスパンで、ものを考えてて、5か年計画、10か年計画で、その。うん いわゆる税金のことを考えてたんですよね。でもた、いわゆる石破さんはプライマリーバランスゼロっていうことを言ってて、単年度で日本の経済を回そうとしてるんで,で。結局、単年度で赤字にならないためには、初期投資なんてところにお金を払えないわけじゃないですか。そうすると、いつまでたっても、いわゆる激変緩和措置というふうによく言われるんですけども。電気、ガス、ガソリン代、ちょっと下げ。 ましたっていうのが、えー、結局去年だけで11兆円も使ってたということですよね。それ、それを大幅に変えられないわけですよ。そうすると、えー、誰も投資する人がいないから、えー、税収も上がってこないんで、最終的には、あの、まあ、単年度は黒字化できたとしても、えー、だからといって景気は良くなりませんよっていうのが、あの、まあ、大方の僕らの、 経済,経済のことを少しかじっている人が考えてたことだったんですそれがあの市場さんが勝ってしまったんであこれ結果的に日本の経済良くならないよねっていうことでいきなり円が高くなって142円まで上がっていったっていうのがもう一幕なんですよね、うん まあね、今伺って、私おっしゃってることの多分十分の一も理解できてないと思うんですが、ただ私たち庶民からすると、どなたがなられて、どんな政策でもいいんですけど、この10月からこれだけ物価が上がり、うまあ、そのこと、 以上に被災地はもう全くもって悲惨な状況になってる中で、なんかすごくその、うん、政治の世界と現実がものすごくかけ離れてるような気がしてね。そうですよね。なんか、<こ>それがちょっとなんかこう切ないというか。うん、あんまり選挙のことに話をし持っていって欲しく、持っていって良くないのは知ってるんですけども、こんなみんなが大変な思いしてるのとか大変な思いしてる時に、<ー>なんで選挙なんだっていうのは、はい、ちょっと僕は思いますよね。 続いて後半は、ヨッシー清松の幅広い交友関係の中から素敵なゲストをお招きしてスペシャルトークをお送りします。ゲストさんいらっしゃーい さて今日のお客様は浄土真宗本願寺派知足山妙勝寺副住職でいらっしゃいます島田玲子様です。はい島田さんいらっしゃいどうもよろしくお願いします。あの、ね、あ島田さんとはね<っ>あの師師の会っていう会がございまして、はいえー、まあ、えー、僕も時々行かしてもらってるんですけどもその会でたまたまテーブルが一緒になったんです、ね。そうですね同じテーブルに座らせていただきました。えー、その時に、はい、あのま、えー、あのお話し,している間に<っ>この番組で<っ>。で 聞いてくださってる<あ>、はい、聞いててくださってたんで、はいえー、まあ、そ,その話がちょっと盛り上がったというのもありましてその後、ね、あの、ね実はこういろいろあの僕の友達っていうかあのもう一つの番組で、えーあなえー、なアシスタント MC やってもらってるチャコと佐々木久子っているんですけどもその久子がこう。 ポスターを上げてたんですよで、えー、テラコンの、テラコンで私あの、MC やりますっていうような、えー、ことを書いてたんで、ああ、テラコンってどういうやつかな、お寺で婚活パーティーってどういうのかなって、ちょっと興味を持ったんで、どそのテラコンって何って、僕、電話で聞いてみたんですよ。そしたら あの、そのお、お寺の副住職が、えー、主体となってやってるんだっていう話で、お寺の住職さんが、テラコンって、なんか、婚活パーティーって、なんか変わった住職さんだねって言ったら、いや、あの、獅子の会でお会いしたあの人ですよ、みたいな話で、うん、えー、あの人がっていうことで、えー、じゃあ、ちょっと僕の番組は出てくださいよっていうのが、今日のはことの行為ですよねそ。そうですね。はい。えー ごいただきましていろんなご経歴いろんなお顔をお持ちなので今日どこから攻めていこうかなってまずお伺いしたいのは今日スタジオに入ってくださったいでたちもやはりご住職でいらっしゃいますねとまあ住職は父親が今やっておるんですけども副住職としてですね活動させていただいております。服装は おころもってですね、お坊さんの、もう見てわかるような、あのう、いたちで。本日は、ちょっと収録の方をよさせていただきます。なんか、もう、思わず拝んでしまいそうな。あわしたくなってしまうような雰囲気なんですけれども。こどこにいっても、大体拝まれますね。大抵は拝まれます。喫茶店でも、どこでも。拝まれます。もう恐縮至極ですね。まあ、その島田玲子様なんですけれども、今お話がありましたように、お寺のご長男でいらっしゃいまして。 え、高校まで地元の学校に通い、えー、大学は日本で一番古いと言われる、京都の龍谷大学。こちらの方で学ばれました。そうですね。はい、で、特筆すべきは 小学生の頃からずっと相撲を続けてらっしゃるそうなんですよ。よし相,撲相撲らしいんですよね。はい、まあその時もちょっと、その相撲の話でも盛り上がったんですけど、えーあの、今をときめく、あの書き添えなんていたあの、えー、相撲はあ、宇佐北部中学校、うんえー、全国大会で優勝したこともある学校なんですけど、実は僕が作ったんですよ。 僕の代に、僕が、えー、中学一年生の時に、なんか、あの、うさんのお全ての中学校に相撲部置きましょうよ、みたいな。 あ、ことが始ま、ことが起こったんですよね。そんで、えー、僕呼び出されて相撲部になれって言われて、当時柔道部だったんですけども。えー、僕、相撲部に買い出されて、で、えー、その相撲部やってるうちに。あの、あっという間に、あの、結構強くなって、僕、あの大分県で優勝したこともあるんですけども。<laughs> <laughs> でも、そこは言い返してください。<laughs> はいい,ね、いや、本当すごい <laughs> も。もっとすごい成績収めてらっしゃるじゃないですか。<laughs> いや、まあ、県で優勝するというのは大分県、はい。 でで優勝するって本当に難しいことで、はい、あの先ほど相撲は大分県で非常にこう盛んでしてもちろんその国民体育大会とかに選ばれるのも選考会が3次選考4次選考まであるただ都道府県によっては相撲やりたいですって言った人がもう国体選手になるような県もある中で、うん、まあ大分県で優勝されるというのはすごいでもあの、玲子さんもお小さい頃から、まあ、例えばその相撲にぴったりな。はい 体好きのお子ちゃんだったとかそういうことですかあそうで昔から大きかったですねはい、はい、今体背はどのくらい身長が1 8 3センチです、ねはい、ああすごいですね1 8 3センって体重が公表しても1 0 8キロですねもの<ー>の見事にあの煩悩と同じ数そうですね <laughs>、まあまあ、はいあの浄土真宗であまり煩悩という数は108と縛りはないんですよ <laughs>、えー、煩悩は <laughs> 数えきれないということで、なくなるまで消えないのが煩悩である、だから108とは言わない、浄土真宗では言わないですけど、一般的には108キープしていだいてねそこはちょっと言わないと110とか119とかにならないように、そんな島田様なんですけれども、なんと、高校体育連盟で相撲のインターハイに出場。すごい ありがとうございます。高校生でインターハイ,ま,イ,ーハイまずはインターハイでしょ。そしてもう一つのインターハイ高校文化連盟で弁論のインターハイの出場。弁論でインターハイ、まあ、すいです、ねはい、どちらもその時は出させていただきまして、えー、まあ今おときめく大谷翔平さんね、えー、あ,あのもっと早く二刀流をしておったということで、えー、<laughs> あのまああの弁論大会の方と相撲の 大会の方どちらも、たまたま全国大会化していただいて、二刀流という通りでやらせていただいてます。ね、ねはい、文武両道でございますが。そうですよ。そのインターハイで二刀流になったことによって。 実はとんでもない賞をもらったんですよ、ね、そうですねあの大変恐縮ではございますが大分県民栄誉賞をいただきましたすごい,い,いですねあまり言う,言うところがないので非常にこう嬉しいです <laughs> ねえ今度大谷翔平がもしかしたら日本の、はいえー、国民栄誉賞をもらえるかもどうかっていうような話になってるんですけども、はいはい、いち早く県民栄誉賞をもらったら、はい、<laughs> まあその相撲の道そして弁論の道あるんですがその中であの まあこういうい五住職、はい、副住職というのはやはりもうお小さい頃から継ぐんだよっていうのが心のどっかに追われてはったんですかそうですねやはりあのもう「訓住」という言葉が仏教ではあるんですけど、はい、やはりこういぶされてと言いますか、うん、特にその両親から「あなたはお寺をあと継がないといけない」というふうに言われたことはないんですけど、はい、やはりその生活環境においてああ私が軽食をしていかねばならんのだなっていうのはこう。 感じていいいくものというんでですすかね特に言われたことはないですそれで高校時代も先ほど申しましたように相撲でずっとさせていただいたんです弁論大会も出させてもらったんですけど、はい、最後は大学は龍谷大学で仏教の勉強をさせていただいて、はい、あの住職に なりたいという思いがあったので、はいはい、京都の方に進学をさせてもらいました。あ大学ではじゃあ相撲やってない。んですか、はい、一応相撲しました。あ,あ、そうなんです。ただその龍国大学が本当弱小の相撲部でして。<ー>私が行ったら、本当に片手で勝つような。大学だったんですよ。はい<ー>。だからちょっとこう、<laughs> 接待相撲といいますかですね。はい、やっぱり先輩たちに対して。あまりこう。<laughs> 激しく当たることもできませんから、一般に忖度という。忖度ですね。もう、もうだいぶ前に忖度してますね。流行る前ですね。言葉が流行る前にしてましたね。まあ、さすが弁論ね、大価インターハイ。さすがお前、お前、いや、話がうまいよ。そんなもったいのございます。いや、ということは、まあ、弁論でもインターハイですから、まあ、度胸なんていうのはお得意でいらっしゃいましょう。度胸。ああ、そうですね。声には。 自信がある方です、ねはい、なか声がいいからもしくは歌ってもいいんじゃないですか、えー、そうですねカラオケは好きな方でございましてあ<ー>、まあ、よくあの喉の,のトレーニングとかでよくあのお経のために夜読経とか言ってね結構よくうさ歌わせてもらうことありますけどねはい、はい、ただただもちろんカラオケも一つだけ演歌だけなら演歌だけというわけじゃなくてさまざまなジャンルをですね、はい、バラードを歌ってみたり流行りの歌を歌ってみたりもしくはラップのようなものを歌ってみたりして、はい、やはりこのお昼の活動ってね、はい、自分の仕事につなげれるような。 ののトレーニング、のど取やってますねこれだけね、楽しいキャラクターの方ですから、私たちがイメージしているお寺の雰囲気とは違って、このテラコン、そうなんですよね、今度、僕、きょう来てもライトアイと思ったのは、このテラコンを主催されてるっていうふうに聞いたんで、なんでお寺の。 え住職さんが、うん、テラコン、うんまあ、いわゆる婚活パーティーをやるんだろうなって、そこら辺のこの趣旨からお聞きしたいなというああそうですね、ありがとうございます、この、まあ、テラコン、<laughs> 今回10月の19日に開催をさせていただくんですが、えー、過去9回やっておりまして、まあ、一応10回目になろうかと思います、開催の場所が本願寺四日市別院というところ、まあ西別院というところになります、はい、大分県の宇佐市であるんですけれども、はい、そこはその住職というのが。 いいないんですね住職というのがあの本願寺の本山の直属のお寺になりますですのであの住職はそこの門主さんが住職を務めるような形になりますので基本的にここで働いている、えー、職員というような形になるんですねでその職員が結構、あのーまあ、私の上司になる人間が一人おりますでその上司と一緒にこのような形で、えー、少しでも多くの方にご縁を持っていただきたい若い方々が な、えー、なかなかこうお寺に馴染みがない、はい、お寺というのは昔は子どもの頃はお寺で遊んでランドセル背負ったまま遊んでね金がなつ使疲れたら帰るってねよくこうあるような光景風景が今もう失われてきている、まあ、そんな中でお寺は気軽に入ってきてもらえるところですよ誰でもこう気さくに来てもらっていいんですよっていうねあとはその、まあ、少しでもこう ご縁というか、今回、出会い応援プロジェクトということで掲げさせていただいてるんですけど、やはりその縁というのを大切にしてもらいたいな、ここで出会って、そしてまた違うところでも、ですね多くの活動につながって、その皆様方の活動につながっていけるようなご縁プロジェクトになればいいなということで、今回、開催をさせていただく今回で第10弾ということですから、もう恒例イベントということで、私たちね、マンションとかとも。

をこううしていただくような形のバスソルト作り体験であったりとか、はい、えその婚活でケーキバイキングやコーヒーバイキングという形で、はいはい、まあティータイムブレイクタイムを設けておりますのでその時にこの、はい、例えばケーキバイキングであれば宇佐市のブドウの森というところのケーキを、はい、あのお願いをしておるんですがやはり1個500円結構ね高い金額のケーキ非常においしいケーキで見栄えもしてですねそれをこうまあ今回。えー 寺子に参加していただいたら、まあ、フリーでですねバイキングになってますから。うん それを食べていただけるも食べに来るだけでも価値があるのかなっていうの私は思う何なら私が参加したいぐらいです私はねもうてっきりね私は結婚してるんですよ私ははいあのえはい大丈夫しております大丈夫ですかいやお寺でっていうことでねどういうふうなこう雰囲気で行われるのかなみんなでこう座禅でも組んでねまずそこから始まるのかなって思ってたんですけどどんな感じなんですか 婚活パーティーに近いような形はい、はい、まずこう男性と女性がこう、ねえー、さあの向き合って。 みたいな形になってまああちょっと挨拶をしたそして各席についてですねこうくるくる回るんですかね男性がこう一個ずつ椅子をずらしていってまあ一二分二二三分のこうちょっとお話をするそして終わったら今度はそのバスソルト作りをしてみたりブレイクタイムであのコーヒーを飲みながらちょっとこうフリータイムですかねブレイクタイムであのお時間になりましたそれでは男性の皆様ご移動くださいとか言ってなかなかこうなかなかちょっと無駄こう

条件ってあるんでですすかそうね参加条件が年齢が20歳から49歳までの独身男女になってまして先ほどねおっしゃっていただいたように皆さん、ぱっぱッと動いていってくれればいいんですけど私は体重は重たいんですけどフットワークは軽いんですけど私はあそこに行けばいいのって思うのでスタッフとしてとにかく全力で参加されている方にアプローチしてサポートできたらいいなと思ってます。 いエリアは限られてますか、どこの人とかいうのはああエリアは限っておりませんあ<っ>、あのー、昨年は山口県の方から来られたこともありました。<ー> じゃ、まあ、福岡の不全市であったりとかあの来られる方もおられます。えー、このこれを聞きの方多分大分県内いろんなところから,から多分こう聞かれてる人いると思うんですけども、はいはい、どっからでも大丈夫なんですね。もちろんどどちらからでもお越しいただいて大丈夫でございます。はい、どうもうはい。行われますのは10月の19日土曜日、お時間は午後3時から夕方6時半までということになっておりまして、場所は先ほどご案内いただきました本願寺の四日市別院。 ということになるんですが、はい、お申し込みがもうそろそろ締め切りが近づいているということでそうですねお申し込み締め切りが10月の11日の金曜日まででございます、はいはい まだ店員はあの一応、各25名、男女各25名ということで、50名予定しておりますが、まだ、あのー、参加していただいて大丈夫でございますので、はい、若干空きがあるっていう。若干空きがあるということですね。どういうふうに申し込めばよろしいでしょ、はい、どういうふうに申し込めば、えー。申し込み方法なんですけれども、あのチラシがございますので、あまあ、例えばチラシが、まあ、QR を拾っていただいたりとか、さまざまな SNS でこう発信をしておりますので、そこからこう拾っていただいてもいいかなと思います。もしあのー 基本的例えば電話での申し込みというのは、一応、基本はしてないんですけれども、電話をしていただきましたら、じゃあ、このようにしてくださいとこう、こちらからアドバイスと言いますか、ちょっとこういうふうにしていただいたら、申し出せができますということで、来週いっぱいですね、11日までということで、本当にまだ結婚されてないこと、皆さんのためのチャンスを島田さんから与えていただきたいんで、このチャンスを必ずゲットしてほしいなっていうふうに思いますぜひ私も精一杯 スタッフとして、あの参加されている方にですね、アプローチしていきたいなと思ってます。<ー>はい。ね<ー>、えー、楽しいよね。はい、はい、えっ、ー、この番組ですね、あなたにとって未来とはという質問で締めくくることになってます。はい、島井さんにとって未来とは、はい、えー、スターボーズですね。スターボーズ。ーうん、<laughs> ストラップスターボーズ。はい。<laughs> この。 いやはりこの我々はね諸行無常の中を生かさせていただいて多くのご縁をいただいておりますご縁というのは本当に稀なもんでありますしですねそんな中こう少しでも多くの星の数ほどの多くのご縁をこのお寺というところを通じてですねコミュニティを広げていただいたりさまざまな自身の活動につなげていっていただいたり 多くのご縁を皆さんに持っていただきたい、老若男女か、あのー、関係なくですね、広くご縁をいた持っていただきたい、そんなこう、つなげる、結べるようなお坊さんになりたい、人間よくね、角が取れて丸くなったと言います、私は丸くなったじゃなくて、星になりたいで<ー>ですのでスターボーズ 星のようなお坊さんになりたいない。スターポーズね。はいはいはいもうベノ大会で優勝するの分かそうそう。別れたい,やいや。い恐縮でございます。あのね、実はね、島田さんの説教がまた面白い,い、ねえー、評判なんですよ。えーえー、本当にあのまあこのテラコンだけでなく島さんのお寺に行って、えー、島さんのね,ね説教を聞いていただけると本当に面白いと思います。<う>よく言われるのはね、ねお,あのお説教というのは。 競技があって実りがあるので、反らすことはできないんですが、私は得意なのは平場のトークといいますかね。うん、フリートークの方が得意なんです。本当はですね。教えがあって、この教えと反することを言うと大変なことになりますから、はいはい、それはお説教ですね。も、はい、もちろんそれも 日々勉強して、勤、あのー、めてまいりますけれども、普通のお話、フリートークも大好きですから、はいまあ、ぜひね、気軽にうちのお寺までも来ていただいても、そうですね、本当にいなと思います。もう1時間ぐらいこう、平気でなんでもこういろんなお話してくれるということで、評判なんで、その説教、ぜひとも皆さん聞いてほしいな、ま,あ、そのお寺ま,まずはそのきっかけとして、えー、島田さんと知ってもらう、知り合いになってもらうために、寺君、ぜひともね、皆さん参加してもらえれば、はい、いいかな 思います10月19日土曜日、はいえー、3時から、えー、6時半ですかね、はいえー、の予定になってます。2時半 の受付開始ということです。えー、っと、申し込みは、えー、10月11日までということになってますんで、はい、ぜひね、島田さんに、えー、電話して、コンタクト取って、えー、テラコンに参加してほしいなというふうに思いますよね,ね。島田副住職に会いに行きたいっていう人も多いかもしれませんよ、えー。ぜひね、本当、去年なんですけど、私事と手前味噌で恐縮なんですが、去年私、1つスタッフの島田さんがいいと言われました。<laughs> 私思いましたそれ。いつ言われました。持てますね、さいや持てますかね。私持つのあの重たいものしか持てないんですけど。いやもう家庭にね笑いと光がね溢れそうですもん。いや本当にしまさんと結婚いたら本当幸せ。一生になるような気がするな。ありがとうございます。そんな言っていただいてもうなんかもう今日緊張してねもう昨日も夜しか寝れなかったんですなんとか大丈夫そうですかね。 <laughs> い,いやほんと終わらんよ話が <laughs> いやほんとねもうお寺にいてわははは笑うことがありそうな気がしますけれどもねはい楽しいお話ありがとうございました、はい、お客様は浄土真宗本願寺派足さん妙正寺副住職でいらっしゃいます島田玲子様でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたは,はいどうも世のため人のためたのそして己のために,ためにを社として承人だけで成り立つ会社を目指します <laughs> おかしきがいじゃここには夢がある はい、島田さんが入っていきました。面白い方ですね。<laughs> そうそうそう。あれほど楽しい住所さんっていないですよね。えー、本当に弁も足すし、もうそれこそ弁論大会で <laughs>、えー、大分県代表で話をしに行ったぐらいですから、もう言葉も面白いし、で、しかもこう体も大きいし、どっから見ても目立つしね。はい。<laughs> もう本当はああいう人たちが頑張ってくれるのも嬉しいし、しかも住所さんが婚活って、葬式しかやったことない。 どうして <laughs> ねえやるんだあの婚活するんだみたいなでもなんかお寺というものの概念がまたね違ってきたなというまあそ,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 そんな気がしますね,ねえ葬の時に出てくるのが坊さんだろうけど、はいえー、それを婚活のイベントでやってるっていうことがねすごく面白い考え方だなというふうに思って、はい、ちょっとね、えー、注目っていうことで、はいえー、皆さんも本当によかったらぜひ、えー、応募していただけて11日まで締め切りらしいんで、えー、ぜひ ぜひ、えー、10月20日、えー、もう本当に、えー、テラコン行ってやってほしいなというふうに思いますところでもう本当に、あの今、やってるんですよね、えー、ロジャースとど,どっちか分かんないですけどもそうなんですよ、あのえー、これは収録なんでね、うん、もしかしたらそのパドレスとね、戦って、うんえー、結果が出てるかもしれないし、そうじゃないかもしれないし、そうですね、もう生放送じゃないので、なんとも言えないんですけれども。 すごいですね。もし万が一ね。はい、大谷翔平さんとダルビッシュ投手戦ってる場面がもし今日あったのであれば、はい、私はきっと泣いてますね。そうですね。本当、うんうん、楽しみですよね。はい、どうなっていくんだろうで。来年はいよいよ。もうピッチャー復帰。 もう見えてるんで、まあ今年ほどの、えー、バッターの成績は残、ね、せないかもしれないですけども、それでもなんか大谷さんって僕らの想像を大幅に超えていくんでね、えー、先週の放送で50、50いけるかなみたいなこと言ってたんですもん僕ら。そう,そうです、そうです。まあもちろんですねえ、そちらの方ばかりがクローズアップされますけれども、 あの日本日本シリーズという中ですね。あのございますので、こちらの方もね。<laughs> そうですね。みんな楽しみにしておいて、こうもう本当スポーツの秋。でございますし、えそれぞれこう、ね、応援するチームもある。えもしかして、途切にいたが、ああ。 J2 に残るかそれとも J3 に落ちるか、はい、そこら辺もこの辺りで決まってくるんじゃないかなというふうふに思いますし本当にこうスポーツから目が離せない、はいえー、この1週間2週間になると思います、はい、皆さんもこう、ね、何が、うん、好きなスポーツか分かりませんけどそれぞれの好きなスポーツ応援してやってほしいなというふうに思いますはいそれでは今日はこの辺で失礼いたしますお相手はよし池松そして松本久美子でしたせーのいいね,いいね